ほっとしますね。はい、正直僕プレッシャーは全くなかったですね。はい、本当に申し訳ないですけど全くなかったです。本当にいつも通りのことを普通のようにできたことが、はい、良かったのかなと思います。いや、もう一試合一試合必死にやってただけですし、まあ、終わってみたら一試合一試合、あ、今日楽しかったなっていうふうに毎回思えたので、まあ、それが今なのかな、優勝できたのかなっていうふうに思います。いや、もう全選手ひたむきにプレーできるのがうちの強さですし、まあ、それにプラス局面局面攻撃の部分でも個で一個ずつ勝てれば、おのずと自然とゴールが近づくと思うので、それを90分やり続けることでやっぱ相手は、はい、すごい嫌なのかなっていうには試合やってて感じましたし、まあ、僕がヴィッセルに来た当初は本当にパスをいっぱいつなぐチームだったので、まあ、今はどっちかというとゴールに向かうパスを増やしていこうっていうサッカーになっているので、まあ、それは自然と現代サッカーが全世界そうであるように、やっぱ縦に速い攻守の切り替えがあって、本当スプリントもいっぱいしないといけないですし、その中で時代の変化にうまくヴィッセル神戸が合わせられたのかなというふうには感じますね。自信を持ってシーズンできて、それに結果が伴ってきて、まあ、別に今更変えることないなっていうのがありましたし、まあ、それは本当僕らだけじゃなく若い選手たちも、やっぱり日々成長できた結果がこの優勝だと思うので、はい、本当ブレずにできたのが良かったのかなと思います。いや、嬉しいですよ本当に。まあ、練習の量も若い選手も、今年になってすごく増えましたし、まあ、何よりこれでシーズンを通してずっと結果が出続けたので、これをやっておけばやっぱ結果が出るっていうのは分かってくれたと思いますし、こうすればやっぱタイトル取れるんだっていうのも分かってくれたと思いますし、まあ、それが今回の、このヴィッセルのタイトル取れたことによってやっぱ一番大きな財産なのかなっていうのを思います。まあ、もちろん、僕のしてきた経験というのは全部若手には還元したいですし、まあ、僕がそうであったように、はい、本当に鹿島の時の先輩たちっていうのは、僕のプロ生活ですごく大きなものだったので、そうですね、下の若い選手たちにも、まあ、新しいなんか自分のことを信じれる道ができたのかなというふうには思いますし、まあ、それが本当に大きかったかなと感じてます。まあ、でもこの優勝はでも前回の劣勢は大きかったのかなと思いますね。 あそこで勝ち切れたっていうのはなんかもう、あ、優勝できるんだなって多分みんな思えたと思うし、あ、普通に今まで通りちゃんとやれば結果はこの、最後の方になってもやっぱついてきてくれるんだなっていうふうには感じたと思うので、あれでまたさらに自信になったのかなって思います。なんですかね、あ、フリーキック良かったですね。はい、なんか今までに感じたことない喜びがありましたね。はい、でも僕自身やっぱここまでしないとやっぱりタイトルも取れないですし、自分自身結果が出ないっていうのを改めて分かったので、またさらに積み上げていい状態で来シーズンに臨めたらなと感じています。
でも最初は恥ずかしかったですけど、まあでも今はもうありがたいですね、はい、言ってもらえて。